今日はこの一句を使ってですね、タイトルは一二三と五郎が作る側頭部の立ち上がりという、まあ、ちょっと奇妙なタイトルなんですけども、まあ、何をするかというとですね、この一句はすでにやって短いんですけど、側頭部を、刈り上げるのに、ミディアムカットの応用で刈り上げていくんですけど、まあ、ちょっとそこを分解してですね、運行ごとにどういうふうに、どういう性格、性質というかですね、その運行の性質があって、そしてそれをどういうふうに応用していくかということを考えながらやるんですけど、まずはですね、ミディアムカットをちょっと簡単にですね、説明しますと、側頭部、まず第一運行がありますね。ニューヨーク基準を起点としたこの第一運行ですね。でこれ第一運行ずっとこう来るんですけど、そんなにですね、ここでは、こっちの上の方というよりもですね、こうですね、こっからの立ち上がりですねって考えて、そしてその前、ここはミディアムの第三運行ですね。でこの第一運行のちょっと内側に来るような感じですね。そして第二運行、第二運行はロングだと固定狩り、ミディアムだと連続狩りのち、固定狩りのち連続狩りなんですけど、まあ、それもですね、一つの、まあ、技法はとりあえず置いといて、こう運行として考えた時に、まあ、こういう運行ですね。そして第二運行が、こうですね、ミディアムですから45度ですね。ロングだと30度ですね。でその第1、まあ、第2、第3、第4というのを一つの、こう枠としてですね考えて、1、2、3、4、これをまあ一二三としましょう。一二三君とですね、で5、6、7っていうのを、ここからですね、こういう立ち上がりですね、5、6、7で、まあその、まあ、分発線もちろんありますけど、角取りありますけど、その7音項までで、この基本的な形というのが、まあ、ミディアムもロングもそうですけど、できちゃうんですね。で、その形をですね、まあ、長くなればずっとこう長くなってまた応用できるんですけど、短くなってくると、どんどん短くなっていって、ハーフロングに近づいてくる、まあ、ミディアムの、短めのミディアムからですね、ハーフロングに近づいてきたときに、じゃあ、ハーフロングはどうなのかっていうと、まあ、ハーフロングってもバリカン入れちゃうんですから、この周りのカットって必要ないもんですから、まあ、それもあるんですけど、まあ、ミディアムでいうところのこの第5、第6、第7運行だけでカットしちゃうんですね。でそのあたりをですね、で今日カットするスタイルは、まあ、すでにこれだけ短いですから、もうどう見てもあのミディアムといってももう短めのミディアムになっちゃうんですけれども、まあ、要するに刈り上げた時にその1,2,3,4 運行と5,6,7 運行というもののこの関わり合いですね、まあ、5,6,7 今回のところではこれ五郎って名前つけました。一二三と五郎の組み合わせでどんなような形ができるのかということですね。でそれをなぜそういうふうに分解するかというとですね、まあサロンでカットするときはさまざま、スタイルさまざまです。まあ、今日はその中のたった一つの、スタイルになるわけなんですけれども、でもちろんその長さもそうだし原型もそうだし、いろいろ条件も考えると本当に幾通りもあるんですけども、そんな時にその 1,2,3,4 運行と 5,6,7 運行のというものをしっかりこう理解していて、でまた応用する考えを持つことによってどんなスタイルもこうできてしまうんですね。でまたそこのこの一二三と五郎のその、まあ、性質というか性格というかですね、そういうものを知ることで、逆にこの危ないというかですね、取りすぎてしまったりとかですね、そういうこともなくなります。また取り足りないということもなくなります。でまあそれなぜそうかというと、そういうことを今日今回やろうかというとですね、実はちょっと先日もですね、こうカットしていて、ちょっとヒヤッとしたようなことも経験したんですけども、まあそれはなぜかというとですね、クリッパー入れてですね、5、6、7運行を先にカットしたんですね。その時には
この5うんこ、6うんこ、7うんこ先にカットして、それから1、2、3、4を後でカットしてみました。そしたらやはり5、6、7というのはこの1、2、3をまあカバーするものではないんですね。やっぱりあの5でここから切ってずっといけばいいんじゃないかとは思いますけど、やっぱり五郎は五郎の性質、性格がありますから、あのどちらかというとこう取ってしまうというかですね。で、ひふみの方はですね、こう積み重ねを作っていくっていう感じなんですね。まあ、もちろんそれは応用によってあのどうにでもなるんですけど、この1、2、3にしてもここからずっと上がっちゃえばうまい具合にこう取ることもできるし、この運行だってこ うまくこう形を作ればできるんですけど、やはり運行、まあ、技法もそうだし運行っていうのはあのそういうそうなりやすいというものを持ってますから、まあ、それを理解して うまく使うといいということですね。え、今日作るスタイルはですね、まあ、ミディアムなんですけどちょっと、そうですね、まあ、フォーマルなミディアムというよりもですね、少し、まあ、ミディアムの短めのミディアム風ということで、この部分にですね、まず最初にラインを入れてみます。あとでちょっとこう反るようにしますけど、ここにパートを、まあ、このように反る。取ったり、まあ、バリカンでこう取ったりしてライン入れるのは、富山側を全部取っちゃう頭に多いんですけど、まあ、そうばっかではなくて結構富山側に髪の毛残すスタイルでもここにラインが入ることによってですね、結構印象変わりますので、ちょっと今っぽい感じになります。意外ですね。まあ、だからといってはっきり分けるスタイルだけということではないんですけども、まあ、実際にはもうこれを今日もですね、もう普通にこんなフォワードみたいな感じですね、こんな風に仕上げてみたいと思います。まあ、そんな中でこうラインが入っていることでこういう風に溶かしたとしてもなんとなくこう線がこう出てくるっていう感じですね。で、貼り上げるのにちょっと上の毛が今お邪魔ですので、ここはですね、まずは避けます。それからもですね、ここだから止めるときに、まあ、もし前髪があまり邪魔であれば先に前髪止めといてから止めといてからこっちやってもいいですし、まあ、そうでもなければもういきなりここで止めちゃってもいいんですけど、でこの辺もですね、ここから今下げました。ちょっとこう V っぽくですね。下げることによってやはりこの辺っていうのは立ちやすい毛ですから、後で様子を見ながら切るという意味で今だったらちょっとなりました。で、まずはですね、バリカンから入れていきます。横に、今日はですね、5、3、2、1といや4つのバリカンを使って、下を動かしていくんですけど、まあ、このバリカン入れるのもですね、基本のバランスであれば、例えばこれだったらあのミディアムの、基本のミディアムの接合部ぐらいまでバリカンをこう入れればこうバランスのいいものになるんですけど、まあ、今日はですね、ちょっとそれよりも、まあ、いわゆる裏返しですね、横の方を短め、後ろ長め、まあ、後ろ長めといってもこれすでにこれだけ短いですから後ろはほとんど切らない感じですけど、ここここですね。ここも少しですね、まあ、正中線が少し下がるような感じのバリカンの入れ方にします。
そうですね、ここ本来でしたらこう残すところを取っちゃいますね、こういうふうに。で今入れたのが 5mm なんですが、この 5mm の位置から下はですね、今日はバリカンこれだけ使いますから、まあ、ハサミでぼかさなくてもいいぐらいにですね、なるべくいいぐらいに、ぼかしていきます。そうするとじゃあ 3mm をどこまで入れるか、 2mm どこまで、 1mm どこまで入れるかっていうのは、その入れたところを見て黒いところを入れていくわけですね。だからこの 5mm を入れた上段から下はバリカンでぼかしていく。そして 5mm を入れたところから上は今度はハサミでぼかしていくんですけども、それはこの色よりも上に行くに従って黒くするということですね。バリカンは入れるのはだんだん白くする、ハサミはここを境に上を黒くするということですね。この5mm 入れるのもですね、どうせここまで 3mm 入れるんだから 5mm ここまででいいかなってこと、やっぱそうじゃなくて下まで入れることで次の 3mm を入れる位置というのが見えてくるんですね。この5mm のここは白いけどここは黒いなっていう、その黒いところに 3mm を入れていきます。いくつよりも人間の方がもっとですね、色の白黒出やすいですから、本当に見ながらですね、こうつながった線で撮るというよりも、もう色を見ながら撮っていくという感じですね。これ1個だとどうしてもこの木はですね、ここが残っちゃいますので、ここはしっかり取ります。じゃあこれで今度はここから先ほどの肉味とごぼうの登場なんですけど、左側はですね、ひふみでごろうという順序ですね。で右側はごろうをカットしてひふみをカットするという順序を変えてやってみます。そうするとどのような、違いがあるかとになりやすいかという、当然同じ一つのヘアスタイルですから同じにしなきゃいけないんですけど、でひふみを 1,2,3,4 という順序ではなくてですね、まず側頭部の1っていうのがここから切るっていうのは、なぜかというと、これはもう完全に後頭部からのつながりですよね。後頭部からのつながりを第1運行でつけてるわけなんですね。でじゃあ第2運行なぜ前から切るかというと、これは前からのシルエットを、大事に考えている方なんですね。ひふみとしてはですね。ですから、まずここで作る。で、あとはその第3弾用でつないでいくんですけど、ここカットしておこうかと。ということは、第1運行の順序っていうのは、この側頭部にとって、必ず1でなきゃいけないかっていうと、後頭部カットしてないんであれば、まだここから切るっていうことでもないんですね。後頭部ないんですから、別にここでガイドを作る必要もないですから、でもここから切ってもいいんですけど、今日はですね、側頭部の本来のというかですね、第一運行がなければ、本来前から切っていく順序ですから、事前事情事後情報という順序ですから、第一運行ちょっと考えないで、前から切るということで
こう後ろから後ろにつなげていくような感じですね。まあ、ひふみの2の部分ですね。固定狩りをして連続狩りですね。とりあえず固定狩り、連続狩り、すくい狩りっていうのをですね、ミディアム の串数とか関係なくてですね、これを組み合わせを作っていくということでやっていきますので、全て固定狩り、連続狩り、すくい狩りでやっていきます。二条部もすくい狩りを入れてみますね。で、まあ、ここでの、まあ、本来の第一運行がここに来るわけですね。ちょっとこれ、まあ、大回りというかですね、ずっとぐるっとこう連続回りで取っちゃいますね。ミディアムとはちょっと違いますけど、そうすると、何ができてるかっていうとですね、ちょっとじゃあこっちの正面、ここができてるわけですね。この立ち上がりがですね、この立ち上がりが今できてます。こういうふうにですね。で、これを作るのがひふみなんですね。こういう立ち上がりを作っていくのがひふみです。ここに積み重ねを作るのがってことですね。こういうふうにひふみの役目です、これがですね。でもそれはここだけにとどまらず、もっとぐーっとカットしちゃえば、ずっとカットしちゃえば、まあ上まで取れるんですけど、得意なのはこうだということですね。要するにこの丸い灰庭に対して立ち上がりというか積み重ねを作っていく、それがまあひふみの本来の仕事です。で、まあ、そう考えると4運行で切りましたけど、まあ、今日このメイクなんて本当ここはあまりないですからいいんですけど、まあ、もうちょっとじゃあ細かく切りたいなと思えば、例えばもみあげに平行に切っておいて、事前部の少しこの辺りですね、事情部よりもちょっと前の辺りに運行を入れて、それからまた事情部とかってですね、まあ、数を増やしていっても全然構わないわけですね。要するにこの丸さに対して立ち上がりを作っていくということですから。で、この後ですね、5、6、7を切ります。この五郎の方はですね、ひふみがどれだけカットしてくれたか、まあ、働いてくれたかによって567の仕事が少し減るか、逆にひふみがこうそれほどやってない時には567でこうカバーしていく、その組み合わせですね。まあ、基本のミディアムとかだったらもう、どこまで切る、どこから切るっていうのがあるんですけど、サロンでのヘアスタイルっていうのも様々にスタイル違うわけですから、じゃあどう切っていくかっていうのはその組み合わせで、で今度はですね、じゃあゴロの方ですね、まあ、これミディアムだったらこうすくい狩りですね、まあ、連続狩り少し入れてすくい狩りってこともありますけども、でそれをですね、まあ、ここちょっとですね、同じように、まあ、固定狩りはしなくていいんですけど、連続狩りとすくい狩りっていう2つのものをちょっとここで重ねてですね、今カットしたところと重ねてやってみたいと思います。まあ、切りますね。で、すくい狩り。で、その前ですね。5、6、7。で、5、6、7って、まあ、角度は、まあ、角度はこう基本通りですね、運行角度、進んでいく角度は60度で、切る角度、先発角度は45度ですから、45度に切りながら60度方向に進んでいくんですけど、この串のこの角度ですね、この角度はこれはですね、一つ、後ろのですね、ここの地上部を切るのであれば、この部分の原型の角度のままってことは、ここに長さが残りますね。でそれが基本なんですけど、今日は
クリッパーをこういうふうに入れました。ということはこっちが取るスタイルですから、こう入れたっていうことは、そうするとその原型、この櫛の角度、起伏の角度ですね、それよりもどちらかというともうちょっとこっちの峰側がですね、こっちの左側がですね、少し入る角度じゃないとこのデザインに合ってこないんですね。だから先発角度と運行角度は同じなんですが、この起伏角度はまあ多分ここではですね、頭皮に平行ぐらいがいいと思います。で、ちょっともう一回ですね、これで入りました。そうするとどうなるかっていうと、こちらですね、ここが切れました。この部分がですね、ここがで、今ちょっとまだこの積み重ね、ここがちょっと出てますから、で今日は567、そんなに切ってないんですけど、これがですね567っていうのはもっと、まあ、ほっとくとというかですね、切り出すと切っちゃうし、下手するとこうえぐれたりすることもあるぐらいの、まあ、そういう性格ですね、この五郎の方は。だからちょっと、まあ、その辺が、まあ、気をつけなきゃいけないところなんですが、でそれを今の組み合わせで、ひふみが先で五郎が後というカットをしました。でちょっと今日はですね、この、後ろまだ切ってないんですけど、この部分が第一運行でちょっと切り足りないようなところありますんで、五郎のですね、ちょっとまあまた弟みたいな、ここにですね少し運行を入れてですね、後ろに少しこうつないでいきます。そうすると五郎の感じがずっと後ろまでつながりましたよね。で今度これをですね、こちら側では先に五郎をカットしてみます。同じスタイルを作ろうとすれば当然同じようになりますので、この五郎といってもどう切るかですから、こっちと同じなんですけども、ただどうなりやすいかっていうふうに考えるとですね、それをちょっと意識しないでこうやって切ってみるとどうなるかっていうことですね。いきなりこうゴロ、もちろんこれはこれでできるんですけど、固定画にしますね。ですね、まあ、刈り上げちゃうスタイルですから、いきなり567でもできるんですけど、もっと長いスタイルだったら、まあ、ちょっとこれはまあ無理があるんですけど、まあ、先にこれをやるっていうふうに考えるとですね、先にこれをやることでどうなるか、これがですね今結構、まあ、取れました。いきなりですね、で、まあ、ちょっと意識しないとは言いながらも、やっぱりこの長さとあまり違わないようにしましたので、ちょっと似てはいるんですけど、でもこの辺が結構取れてると思うんですね、こっちに比べると。やはりこの丸いこのネックラインから立ち上がりっていうのは、このカットだけではやはり出しにくいんですね。今567やりましたから、向こうの左側の最後にやったこのここもですね、この延長で切りますね。でこのあとですね、じゃあひふみに登場してもらって、まあこれもすでにここまでできてますので、もう必ずしも第一運行ここでやると。こっちから入れてもいいんですけど、一応向こうと同じようにするために、そうするとそれほどもうちょっと切る気なくなっちゃうっていう感じに取れちゃってるんですね、ここがすでに。
で、ひふみと五郎っていうのはですね、どっちか後から切る方を揃える意味で切るっていうふうにもできるんですけど、そうした時に先に五郎できるのか先にひふみできるのかによって、やはり作られるライン、立ち上がるラインっていうのはこう違ってきやすいということなんですね。どちらかというとですね、先にこの五郎が来たことで、ちょっと平面的な感じになっていると思います。こちらの方がですね、こちらがちょっとこうボリューム感のある台になっていると思うんですね。で、これがですね、それがどっちを先に切るかで出やすい性質なんですね。で、これ今刈り上げましたけど、刈り上げてなくても同じことなんですよね。刈り上げてなくても結局ミディアムのこの1から7ウンコっていうのは、それがそっくりちょっと厚くなればロングだし、さらに厚くなればニューフォーマルですから、またミディアムがさらに短くなれば短めのミディアムでハーフロングですから、基本的にはそのミディアムの通りにやればできるわけなんですけど、それはだから刈り上げてなくても同じようなことが言えるんですね。先にこっちから切ると、刈り上げてないということはこういう切断面がないですから、どういう形になってるかっていうのを、目には見えにくいんですけど、結局はタイトに切ってあるものをセットでボリューム感を持たせようと思っても出る毛がないんですよね。で、またやっぱりボリューム感が出るような形に、ボリューム残した形に切ってあったら、それをセットした時にタイトにするには少しやっぱり無理に抑えないといけないですね。自然な形にはならないんですね。ですから刈り上げてあろうがなかろうが、やはりこういうひふみと五郎の性質は出るということですね。だからこそどっちを先にやるかで、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、それを理解することによって、あらゆるスタイルの中でどっちを先にするかとか、じゃあどっちがひふみの方でほとんど切っちゃう、五郎の方でまたはほとんど切っちゃう、その切る量の組み合わせですね、いろんなことが考えられると思います。そういうことではですね、ではですね、今からちょっとまだ面揃えてないんですけど、ちょっと後ろをまずですね、ここをもう両方からこう切れてますので、逆に、周りからですね、少し周りからこう切っていくような感じにしてみますね。こういうふうに外から中央寄りに、外から中央寄りに切っていきますね。今日切る気ないですから、これでできちゃうと思うので、今からちょっとぼかしをしますね。ぼかしについては、ちょっと今回のテーマじゃないので、とりあえずですね、こちらからぐるっと一周ぼかしながら回っていきます。基本の順序ではないんですけど、ぼかしていく順序も本当に側頭部を先にぼかすのか後頭部を先にぼかすのかによっても違います。ただ単純にこう今こっちからこっちにぐるっと回っていくと言いましたけど、それはある意味そういうものを無視して、手際の良さというか、そういうものだけを優先させれば一回で済みますから、そういうことになるんですけど、やはり基本的には横を先にぼかすのか後ろを先にぼかすのかによってやっぱり優先するものが違いますし、後頭部だけ考えても外から中にぼかすのか中から外にぼかすのかによっても違います。で、考えればやっぱり一応後ろの前に先に横だけを先にぼかしちゃいますね。
まあ、整えながら、ぼかしながらですね、左右の違い、さっきだった左右の違いはちょっと整えて、まあ、一つの頭ですから、同じラインになるようにします。で、後ろはですね、まあ、裏返しの頭です。こういうぼかしですから、これを中央からというよりも、外から中にぼかしていった方が、その刈り上げの形にも、まあ、ぼかしも、ぼかしフォルムということでもないんですけど、まあ、フォルムの形にぼかしもやっぱり合わすということですね。じゃあ少し面を整えますね。面を整えるのにパウダーですね、見やすいようにパウダーつけて、そして黒い櫛で、まあ、ここでは本当に面整えるだけですので、まあ、ちょっとさっきのぼかしじゃないですけど、ずっとこれでですね、連続刈りと直鋏だけで、整えていきます。まあ、こういう面だとかぼかしも、きれいにぼかす、きれいな面を出すっていう一列に並んで、いいか悪いかということではないですね。ぼかしもそうだし、こういう面を作ることもですね、まあ、どういうソフトハードって考えたときに、どのぐらいの位置にするかということですね。分発線のところにラインを入れて、まあどう見ても基本の頭じゃないわけですね。そしてこの裏返しの頭にぼかしにしてもですね、基本とは全くかけ離れたものを作ろうとしているときに、きれいな面を出すことがそのスタイルを作っていくかということを考えたときにですね、やはり目的を持った雰囲気ですね、ぼかしの雰囲気も、例えばソフトなぼかしっていうのが、ぼけてないからソフトではなくてですね、ソフトなぼかしっていうのは本当、まあ微妙なところなんですけど、追求していけばしていくほどソフトではなくなってきますね。で、じゃあこの面にしても、こうバラバラな感じがですね、平均であれば、どんな状態でもまあいいと言えばいいんですね。で、平均じゃなくてその中にこう1本2本あればそれは揃ってないってことになりますけど、ちょっとソフトな雰囲気で仕上げました。じゃあ今度ですね、カール癖がついちゃってますので、緊張棒はですね、ちょっとこの癖が治りませんけど、緊張棒今の長さですけど、まああまり短くしない方が良さそうなので、これもちょっと揃えるぐらいにして、今ここ
ここでですね、8センチありますね。あ、ここでどのぐらいにする、この長さを、前長部のことはこの長さをどのぐらいにするかということと、前髪の長さをどのぐらいにするかですね。それと、あとはですね、このつむじのあたりですね、ここをどのぐらいにするかっていうのを3つを組み合わせてラインを作るといいと思うんですね。でここってやっぱり前長部そのものですから、まあ、これ今8センチなら8センチですね。そして前髪もこれこの長さですけど、まあ、目にちょっと入るぐらい、これ目に入るぐらいっていうものを、じゃあここからどんどんこう先に切っちゃったら、もしここで切っちゃったとしたら、下ろした時には目に入らないというよりも前目ぐらいになってしまいます。ですからやはり今の前髪にちょうどいいんだったらここにつなぐということですね。この8センチをで結果的にこれがまあこうですね、今はこうですね。これがもうちょっとこう回るなる場合もあれば、こういうふうになる場合もあれば、こことこことの長さの組み合わせですね。じゃあそしてここが短いから、ここがこの長さだから毛花がどうかって、毛花っていうのはやはり毛花としてのこの毛の立ち上がりですね。これがここに着地するような毛の長さが必要であれば、ここはもうこれだけ必要だということですね。それと、まあ、もう一つはこの下から来るこの積み重ねですね。上に積み重なっていく毛の長さがここで決まってくるわけですから、だから場合によってはここすごく長くて、ここ結構短くて、またここ長いってこともありますし、この長さとこの長さが同じぐらいにこう丸く切ることもありますし、まあいろいろですね。今日はほとんど切らない感じで。角ですね。だからさっき止めてはいるんですけど、この部分ですね、あんまり切れてないですから、ちょっとここはすいてですね、少しこの余分なところを取っちゃいますね。ここですね。この重みを取りますね。こっち側ですね。前はちょっと別に考えて、ここを避けといて、この部分のいらないところをつきますね。でこれだとなんかちょっと重そうな感じですので、もうすきましょう。そして長さはそんなに切ってないんですけど、先ほど揃えたのは結構スクエアに揃えたんですけど、そぐ時は、まあ、この場合はですけど少しラウンドに削いでます。そうすることによってこの辺がちょっと四角くなりすぎないようにですね。
の感じに仕上げるんでしたら、またはその溶かしつけたような感じに仕上げるんでしたら、あのこのチョップカットなんかしない方が逆にいいんですけど、まあ、今日はちょっとそういう仕上げではなくて、上の方はちょっとラフにしますので、こういう感じ でただですね、今の感じだと場合によってはちょっと毛先がなんか重すぎるところがあるようですので、ここだけ、これはですね見てですね、だって見て、あのこれいらないな、これいらないなってところがあれば、ちょっとこう毛先を軽くするってことですね。ウィッグだとこう毛花のところにちょっと毛が集中してますので、ここはちょっと量を減らします。上のスタイルはですね、まあこのカットで一つのスタイルということじゃないんですけど、一応今日の感じとしてはですね、こういうふうに少し立ち上げ、上がりをつけてですね、こういうスタイルですね、こんな感じの、はい、ちょっと今日のところまとめると、テーマとして、側頭部のミディアムの第1、第2、第3、第4個を一つの、皮膚みとしてですね、皮膚み君としてですね、考えてですね、そして5、6、7、運行を五郎としてですね、2つの組み合わせをどうするかによって、いろんなスタイルが作られるということ、そしてまた、それを知ることによって、またそういういろんなことをやるとするときですね、失敗もなくですね、狙った通りのものができるようになるということですね。はい、以上です。